はい、これ、はい、トリマーって言って、うん、こう掘削機ですね。はいはいはい、水を掘削、そうそうそう、木材とか、あ、水を作ったりとか、はいはいはい、敷居のそういうレールの水を切ったりとか。へえ、アクリルとかも割と簡単に切れちゃう。え、すごい、いいな。そうそうそう、結構高めですか、やっぱ。本体自体はね、これ2万ぐらいです、ね、あ、そうなんだ、うん、見た目の割にはって感じですね、うん、で、こうなんかで、こっちはドリルのやつだ。そうですね、これあの、なんていうんでしょう、電動のそのバッテリーなんで、マキタのですね、はい、すげえ。コードレスなんで、本当だ、距離とかも関係なく、どこでも使っちゃうっていう。すいません、もう一回自己紹介的になのいいですか。アトリエ滝口に住んでる川田です。あ、どうも、はい、どうも、こんにちは。あ、僕、超東京 TV っていう名前でやってます。はい、超です、スーパーの超です。へー、超東京 TV。 はい、まあ普段どういったものと。普段はね、なんだろう、まあこういう感じで友達の展示見に来たりとか、まああと普通にピクニックしたりとか。まあ俺もアーティストなんですけど。あ、そうなんですか。あ、普通に高見とかと同じような感じ。あ、なるほど。え、じゃあアトリエ滝口ってことは、ここアトリエなんですか。一応そうですね、アトリエ兼、やっぱりな、まあ、レジデンスというか。あ、やっぱそうなんだ、結構何人も住んでるなと思って。昔相撲部屋だったんです。あ、そうなんすか、やば。え、ここって映しても大丈夫なのかな。あ、まあ大丈夫じゃないですか。大丈夫そうですか、うん、まあ別にそんなに視聴者いないですけど。まあ、YouTuber っちゃ YouTuber。 なんかアーティストで YouTuber やってる人いないなと思って。いないですよね、ああ、なかなか。なんか俺ヒップホップ聞いてるんですけど。あ、僕も結構。マジっすか、うん、なんかラッパーで YouTuber やってるやついるんですよ、ちらほら、うんうんうん、だったらアーティストもいていいなっていうか、うんうん、DIYYouTuber とかなんか言うけど、うん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 、専属の方が結構 YouTuber を押し出されちゃうから。押し出されちゃう、確かに、うん、アーティスト兼 YouTuber って、うん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 、両方強い。そういうことなんですよ。しかも俺アーティストだから、その普通はこ、そういう風になんとか YouTuber ってつけなきゃいけないんだけど、俺はもうアーティストすぎてそういうのどうでもいいから。